皆さんこんばんは、ジャーナリストの篠原丈一郎です。えー、あのいよいよですねあの、エリザベス2世のですね、えー、国葬の終わりいい、天皇皇后両陛下もお帰りになったということで、非常に大変な、ね、旅だったと思うんですね。えー、もう取って返すようなあれで、本当にあの皇后陛下の体、ね、調も心配ですけども、 おまあ、葬儀参列そのものはね、きちんとやられてですね、本当に、えー、ご立派なことだったと思います。えー、また後で申しますけどね、本当に今回行かれたのがね、えー、天皇皇后両陛下で良かったな、ということをですね、本当に痛感させるようなことがですね、実は今イギリスで起きてまして、えー、日本でも、スポーツ新聞なんかでは報道されてますけども、あの、いろいろ問題になってるですね、あのー、 メー,ガンうん、メーガン王妃ですね、えーまあ、元女優で、えーまあ、ダイアナ妃のです、ね、息子であったです、ね、ヘンリー王子と結婚されて、えーで、公務からの引退なんてことを勝手に二、ね、人で、あのー、打ち出してです、ね、まあ、エリザベス女王からですねじゃあそれはもうその通りしていいよと、その代わりあんたたちは王族としてのお特権はないよと。 ということを言い渡されてです、ねえーまあ、住んでいた宮殿ですね、事、え、実、ーまあ、を追い出されると、あのー、これから住むなら家賃払いなさいと、それからその前に改装した費用の3億数千万円、ね、日本からにしたらそれを返しなさいと、もうかなり厳密なね。 えー、措置っちを捉えたわけですけどもね。まあ、この度のですね、あの葬儀にはね、やはり家族だということで呼ばれてですね、出ていたわけですね。夫妻でね、ヘンリー王子と、お、メガネ人ね。で、これ終わった段階でですね、まあ、今日の報道なんですけども、